はい今回は「サンデーモーニング」子さんについいてて考えきますサンンデーーモニグの善場貴子さんの発言が正しかった根拠ということで、えー、先週と今週の話がですね話題になっておりまして、えー、正直に言いますが僕は「サンデーモーニング」という番組もほとんど見ないですしこの善場貴子さんという方もよくわからないんですがまあまあまあ明らかにおかしいな言ってることの視聴者のね発言が。うん この全場高子さんがなんか悪いみたいなそのなんか SNS でですね風潮が出てるんですがいやいやいや何言ってんのって話なわけですよ。であんまりこういった話をですね真剣にするとリスナー様にあの嫌われる可能性があるんですがあの別に僕はリスナー様に嫌われたいと思ってるわけじゃないんでね。 前場高子さんっだからその多くの人たちまあここにいらっしゃる方はね、えー、まあ優秀な方が多いのでまあ僕はちょっと頑張って話しますけど多分皆さん思ってることがまあ同じ絵だと思うんですが明らかにこう間違ってる考えが何て言うのかな広まってるその感じを受けるんですよそれをちょっとあの正していこうと思いますでこの「サンデーモーニング」っていう番組に関してですねこの政治の話を取り扱うんで サンデーモーニングは左なんだとかっていうんですが、話がもう訳が分かりません。別にあの右左とかそんな話は一切してないんですよ。で、例えば僕はね、この話を取り上げると、やっぱり左なのかとかってね、言うのか知りませんが、別に左でも右でも何でもないですよ。普通の人です。で、おそらく僕が言ってるようなことっていうのは全く言わないんですよ。このサンデーモーニングとか、前場た子さんの話が出るんですが、 悪口でしょなんか普通に悪口言ってるだけじゃないですか。で僕はあのこういう話をしてる時にこの前場高子さんの悪口なんて全く言いませんからね。あの何かっていうと先週と今週でですねあのトランプの件あったじゃないですかトランプの件がですね、えー、まあ、その選挙にプラスのアピールにもなりかねないっていうことをまあおっしゃってそれがですね炎上したんですがいやいやいや前場高子さん正しいでしょ言ってること。うん、で あのこの視聴者がですね、えーこの、いろいろ文句を言うんで、えー、僕なりに根拠を揃えました、この前場高子さんが、まあ、テレビでは言わなかったんですけど、まあ、このトランプの件を含めて、うんまあ、だからあの、これをですね、聞いていただければあこの前場高子さんが、まあ、おかしいことを言っていないっていうことがわかるんですよ。 まあこの前場高子さんはですね、トランプの件を茶番だとは言ってないんですけど、まあ、茶番でしょ普通に考えてで、その茶番をしたことによって選挙で有利になるっていうようなそういった趣旨意味合いのことを言ったら炎上したわけでしょいやいや言ってること正しいから、うん、テレビに出てきてあのまともなことを言う人がいたということで僕としてはあの嬉しい限りですけどね で例えば、じゃあ、その前もこちら、トランプの件をお話ししましたが、何がね、その茶番とかやらせなのかっていうと、この、まあ、皆さんの中にはいらっしゃるか分かりませんけど、このサンデーモーニングっていう番組を見てね、えまあいいと思ってらっしゃる方がいるのか、悪いとわかんないけど、まあ、いるのかちょっとわからないんですけど、まあ、何かっていう話なんですが、このね、 ペンシルベニア州バトラーってところでトランプがね、えー、こうね、撃たれたことになってるじゃないですか。で、まずこの AR-15 反自動ライフルで、えー、耳をかすったっていうんですが、おかしいんですよ。この AR-15 反自動ライフルで耳かすったら耳落ちてんですよね。落ちてないんでしょ耳が。 だからもうこれっていうのは空砲プラス爆竹、うん、もう、ね、音で演出したってことは分かってるんですよでこのトーマス・うん、マシュー・クルックスとかがやったっていうけどこれもないでしょ普通にこれない根拠があるんですよでこのシークレットサービスがどうのこうのとかって言ってるけどもう完全におかしいわけよでも話がねどん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 おかしい方向にい行き出してトーマス・マシュー・クルックスではなく他のね狙撃犯がいたんじゃないかっていうけどいやいやいないから、うん、別に弾なんて飛んできてないから うん、そうやって演出ですよ。で、えー、僕が思うことっていうのがあるんですが、サンデーモーニングの視聴者は今から言うことには何も疑問を持たないのかっていう話。で、今から言うことに疑問を持たないのであれば、どうのこうのはっきり言っ,て言ってること自体がおかしいわけですよ。何かって言ったら、トランプのこの現場にいたこのシークレットサービスないしは警察の動きがおかしいってこと。これはリスナー様もご存知の方、僕もお伝えしてるんで、えー、ね、いらっしゃる、えー、と思いますけど、 このトランプっていうさ元大統領でこれ次に大統領になる可能性のある人がねえそんな何なんて言うの警備体制が甘々なわけよそんなことあっていいわけないしあるはずがないんですよこのあるはずがないことが起きたってことはこれおかしいわけよでこのクルックスっていうのがねえどっかのところに嫌な、えー、に隠れて、えー、ねえー、こう狙っていたってねこの 一般人がそれを警察に言ったんだけど、警察がそれを対処しないそんなおかしいことある前場高子さんの話をするよりも、そのこのアメリカの警察の動きを注目するべきだと僕は思うんですけどね。うん、で、このクルックスっていうのはあ、会場を調べるためにドローン飛ばしていたとかって言ってますけど、まあまあ、訳わけからないねっていうこと。 であのー、この件、ですねトランプの自作自演という人がいるんですがトランプの自作自演ではないと思っていますあの。やらせだですがトランプの自作自演ではない、なぜかというとトランプがあこの警察をコントロールできるはずはな,ないので、えーまあ、いわゆるだからこのアメリカの支配者ですね。 えー、その一部ね軍産複合体 D の S とかって言われてるそ,それらの、まあ、ものの仕組んだものであると僕は思ってますトランプだろうがバイデンだろうがあその軍産複合体の手先ですから操り人形で操られて踊ってるっていうだけの話、うん、だからそういったことを真剣に考えてるわけですよで、えー、この前場高子さんにどうのこうの言う以前にね このトランプっていう元大統領、これからまた大統領選に出る人が演説をする、その現場において、不審者がいるとで、一般人がそれを警察に何度も言ったんですが、警察は取り合わなかった、えー、この状況をおかしいと思わないんでしょうか。問題はそこです。まず一番の問題。別にそのトランプが、あそのどうのこうの、先ほどのね、うん、あのやらせって言って、えー 空砲プラス爆竹音って言ってますけど、そこが問題じゃないんですよ。もっと手前のところに。不審者がいてそれを放置してるっていうその問題ですよ。だって本当にもしさあその犯人がいたとしたらやられるじゃないですか。あだからわからないですけど、前場高子さんっていうのはこのこともわかっていたんじゃな,いなかろうかと思いますけどね。だからトランプを狙った不審者がいたんだが、あそれを警察に一般人が言っても警察はそれを取り合わなかった。 ね、シークレットサービスもそれを取り合わなかったそんなおかしいことはないよね、うん、っていうことつまりはこれらっていうのは何かしらそのね、えー、最初から仕組んでいたっていうことがあもう分かってるわけですよだからそう考えれば別にこの前場孝子さんがどうのこうの言われること自体がおかしいわけよ普通に考えてねであのこの単独犯って言ってるけど単独犯のはずがないんだよトランプがこの件が起きる前の日かなあ前の日に でそのトランプの会社トゥルースソーシャルってところに対して株式を1200万株空売りしていたっていうことなんでこんなことを個人がや,やるわけないじゃないこれは何なのさって話難しくてわからないけどねで難しくてわからないからこれに関しては言いませんけどおかしいでしょ1200万株空売りしていたってこれ何か違う目的があるんじゃないの トランプが消された消されそうになったまあ消されたかなっていうことによってこれ株で大きく儲けようとかそういうような意図意味合いをね、えー、こう何て言うのを含んでるんじゃないかとそういうふうに思うんですけどね、うん、だからこれ明らかに見,見えない力が働いてるんですよ。でそのライフルで耳をかすったって言うけどかすらない、えー、耳に当たって耳がそれこそ破裂したりしてるけど何もなってないでしょ。 だから、完全におかしく仕組まれたものである。まあ皆さんは多分、そう、まあ、僕はお伝えしたのもありますし、多分そう思っている方がお、僕と同じ考えだと思いますけど、だから別に何も飛んできてないわけさ、分からないけど、風船みたいな形でピ,ピタッとね、耳について、えー、血の、血のりみたいなものをしてるか分からないし、あるいはしゃがみ込んだ時に、ね、あの全員でそのぐるって、えー、なんかこう、耳に細、ね、工したかのようにしてるのか、なんだか分からないけど、 とにかくおかしいことだらけっていうこと。だからその仕組まれた茶番、えー、演技をしていたっていうこと、うん。そう考えると、仕組まれた茶番、 演技をするのはなんでっていうことそれはトランプがこの後の大統領選に優位に働くためじゃないですか。だからトランプがどうのこうのっていうよりも先ほどの株の件ね前日に株がものすごく空売りされていたっていう件であったり、えー、その警察がですね全然警備につかなかったっていうその点がおかしいわけよ明らかにおかしいっていうことが分かってるのよ。誰がどういう意図でやったのかっていうのはじゃあ100歩譲ずって分からないにしたってさ うん、おかしいでしょ、普通に。そう考えると、これ、前場高子さんの発言が正しいってことになるのよ。考えたらかる話なんですよ。別に全く難しくも何ともなくね。で、たまに、あのこちらも聞かれるんですが、別に僕はトランプとの肯定派でも否定派でもないです。別にあのはっきりと相手にしてません、えー。バイデンも同じです。別に肯定派でも否定派でもないです。なぜかというと、問題がそこないからです。 あのー、はっきり言いますけど完全にこの「サンデーモーニング」っていうのを見て、えー、知りませんけど政治の話をしてるふりをしてふりですからね政治の話をしてるふりをしてあ単になんかあの何ていうのかなあ気分転換してんじゃないのって思うんだけどね僕ストレス解消っていうか気分転換っていうか、うん、でこの前場高子さんに関してどうのこうの言うてそれ気分転換でしょだって僕が言ったことじゃあ説明してくださいよ。 うん、この前場孝子さんという方はテレビに出てるからこういうことを言えないだろうからだから僕代わりに言ったんですよでこのサンデーモーニングの視聴者の意見っていうのはトランプ頑張れっていうことを言ってるんですよ、うん、でトランプが頑張ったら世界が変わると、うん、これは何だ Q アノンか、うん、そ,うそう思うわけですよおかしいでしょ普通に考えて何でトランプになったら世界が明るくなるの日本も明るくなるんだよならないよ 岸田が NATO にのこのここって軍閣して軍ししるわけでしょなんでそれをじゃあトランプがやって全て変わるわけないじゃない考えれば分かる話なんだけど全くそういうことを考えないのそしてこのね何て言うのかな前場高子さんを否定してるんでしょ別にこの前場高子さんは別に僕は応援してるわけじゃないよ別になんてうこともないけど先週と今週の動,を動きを見ていてこの善場高子さんっていうのは正しいことを言ってるなとまあ僕はそう思うっていうことです で、えー、このサンデーモーニングの視聴者っていうのはあ、このね、なんか知りませんけど、トランプ頑張れっていうね、キー・アノンかって思いますけど、でそのキー・アノンかとかって言いう冗談ですけど、それを言うと、なんだ、左側じゃないかって、別に左も右も何でもないじゃない。あのトランプのその件について述べたまでですよ、僕は。ねえ、サンデーモーニングの視聴者っていうのは、こういうこと言うんですよ。うん、サンデーモーニングは左だからな。うん。別に僕は見てないからね、全く何とも思わないけど。 あのはっきり言いますけど左右関係ないんでねこのサンデーモーニングの視聴者のほ,ほぼほぼの意見でこれ言うと僕はね対立してしまうのかもしれないけどほぼほぼこのサンデーモーニングの視聴者の意見ってのは間違ってますよ何が間違ってるかってきちんと説明しますからねトランプ頑張れ日本が良くなるとかって言いますけどその考え方自体あの他人に依存してるんですよなんでトランプが日本を救うんですか救うわけないでしょ日本の宗主国のに人間ですよ 日本から搾取することを考えてるんですよ。そんな簡単なこともわからないのかそんな簡単なこともわからないで、右だ左だ、うん、笑うよ。だから僕、笑うって言ってるし、おかしいって言ってるわけですよ。で、このトランプの茶番についてもわからないわけでしょ何も調べずに。その警察の動きがおかしいってことも調べずに、前日に株の空売りが入っていたってことも調べずに、そして前場孝子さんの言ってることはおかしいって、その前場孝子さんを否定するんでしょうん、別にそんな難しいことじゃないから。で、このね、 じゃあサンデーモーニングを見てる人たちが言うわけでしょ日本がどうのこうのって言うんでしょうん。日本がどうのこうの良くなるために一つ決定的に必要なことっていうのがもう分かってるから言いますよ。消費税廃止。消費税減税。トランプは関係ありません。そういった日本国民の生活が良くなることを具体的に一歩することが必要なんですよ。トランプで日本なんて変わらないよ。日本を変えるのは日本国民だよ。そんなことも分からずにこの番組が左だとかどうとかね。 別に右でも何でもいいですけど、左右だとかなんとか言って、ストレス解消してること自体、僕おかしいと思ってるんですよね。で、おそらく政治の話をしてると勘違いしてるから、すさまじい勘違いですよ。僕のこの話と話って別に多分どこも何にも否定されるところはないんですよ。ただし、誰もほとんど言ってない。誰も言ってないんじゃないかな。この善場高子さんの話をしてる人っていうのはいるんですよ。でも前場高子さんをディスってるんですよね。訳はわからないでしょ。 だからこのテレ,ビにるテレビに出てる人がね、そのテレビに出てるってその条件下の中で、ねあの、なんかわからないですけど、思ってねそのトランプの,この選挙に有利に働くんじゃないかって、そういうことを言った、その考えを汲み取るべきですよ。僕はそう思ったんで、先週からずっとこの話が出ていて、今日もね日曜日ということでこのサンデーモーニングの話が出ていて、SNS にあ,のありましたので。 僕なりに思ったことをお話しいたしました。多分リスナー様にはですね、通じると思うんですが、まあ、こういった話を真剣にするとですね、なんだよとかって思われるかもしれないんで、まあ、思わないでください。別にそんなことを思われるために言ったつもりもないし、うん、あの、聞いていただいている皆さんの役に立てる、そのことを願ってね、精一杯話しましたので、えー、まあ、ご参考にしていただける点があれば、何よりです。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。